もっと今より良くなりたい、もっと近づきたいなって。だってどうせフランス人形にはなれることはないんだから、それを分かっててやってるし。はい、皆さんこんにちは、東京美容外科ソトルです。はい、ボンジュー。私はベルサイユ宮殿から来たフランス人形バニラです。今日の質問なんですけど、お二人の率直な意見を聞きたいんですけど、結構麻生先生からも卒業証書、整形の渡されているっていうところもあって、バニラさんはまだまだしたいっていうところがあると思うんですけど、ドクター側の意見とバニラさん側の意見を正直にぶつけてみると、どういう会話になるのかな。ドクター側の意見はもうその期待に応えれないから勘弁してくれてるんですね。ですよね。別に物理的にできないとか、そういうことじゃないんですよ。そういうわけじゃないけど、やったことでメリットがあれば進めるけれども、なんかどっかでなんか勉強したり見たらこれやりたいってなるタイプだけど、それがバニラさんにとってプラスなんかってことを考えたらマイナスなんじゃないかなと思った。もうやりたい衝動は絶対抑えられないんで別の病院に行っちゃったりするんだけどその度になんかこう自分のなんていうのかな、こう啓蒙力というか、あ、聞いてもらえないんだなっていう無力感を感じる時があるんだけどね、俺はね。全然そんな風に思わないでほしいです、全然。なんかやっぱ私の中のそのフランス人形像がどうしてもあって、もうどんどんそこに近づきたいなっていう思いがあるだけなんで、なんか今気に入ってないからとか、なんかそういうことでもなく、もっと今より良くなりたい、もっと近づきたいなって。だってどうせフランス人形にはなれることはないんだから、それを分かっててやってるし、でも近づけるのはどこまでも近づけたいしっていうのが私の思いで、常にやっぱ美意識持って、そうやって今よりも良くなっていこうってやってる時が一番美しいと思ってるから、これで現状満足って思っちゃうと衰えるだけなんですよね。なんかこう内面の問題なんかもしれへんから、なんか学会とかではね、集計恐怖症って言って、手術を止めれない人っていうので問題になったりするよね。でそういう方は手術みんなしないようにみたいな。でも美容整形ってやっぱりお金が絡むから、この必要ない手術であっても受けちゃったりとかして、でこう崩れていくとか、なんか変な風になっちゃうとかいうのが問題になってるんだけど、まあバニラさんは変にはなってないけれども、これ以上やっていくっていうことを止める人っていうのが必要なんじゃないかなと思うんだけどね。でもやっぱり上昇志向があるから、女の人もっと綺麗になりたい、もっと綺麗になりたい、もっと今よりもっとってやっぱ戦ってるから、それとのこうジレンマというかね、それは僕はすごいいつも悩まされてるんですけど、一回扉を開けたらなんか勢いついちゃいますよね、見てると。もうそれ以上やるとマイナスにしかならないとか、変わらないとか、なんかそういうこと言われたらやっぱやらないし、なんかやればいいとは思ってないです。あれだけもういいって言われてるのにまだやるのみたいな感じで思われるんですけど、そういうことじゃなくって、先生によってはいや、まだこれぐらいだったらできるよっていう先生もいるし、だったらそっちの形の方が私好みだったらやっぱそっちにしたいって思うだけで、なんかそこはなんか勘違いされたくないかなって。みんなやっぱ先生が言ってることが全部正しいみたいに思っちゃうから、なんかあの人ちょっと精神異常じゃないみたいな感じに思われるんですけど。精神異常だと思ってる人多いよね。そう、そういうことじゃないってことを先生言ってほしいです。いや、でもね、俺はね結構ね勉強になったんですよ、バニラさんを通して。そんなことやらんだろうっていうような、まあバッグもさ220しか入れたことなかったわけで、でなんていうのかな、結局新しい手術方法とかそういうのって、そういう人の希望から来てやっていく。最近流行りの妊中短縮とかね、もうこんなもん絶対やるべきじゃないしって言ってて、でももう今結構いろんなクリニックがやるんですよね、美容整形のお医者さんがえって思うような手術であっても、何年後かにはそれがもうどこの病院もやってるような手術になったりとか、その勉強になるというか、その患者のニーズを知るっていうところで、まあやらないこともあるし、やることもあるけれども、まあ、僕は結構美容外科の中でも慎重なタイプだから、その手術の方法を採用するのにすごく周りを見てから取り入れる方なんだけども、こういうこともあるんだなっていうのは、たくさんバニラさんを通して勉強になる手術がいっぱいありましたね、その時は否定するけどねなんか先々多分行き過ぎちゃって考え方とかが、まあ、だからこそ、まあ、こうやって有名になれたのもあるけど、それであんまり理解されないこととかもあって、
なんかただやりたいとかじゃないんですよ本当に。なんか整形してないと落ち着かないとかそういう変な異常なことはなくって、まだできる範囲であればもうちょっとこうしたいなっていうのを、まあ、できる先生を探してるとかそういう感じで、なんかあんま卒業とか言わないでくださいなんかそういうの言うとみんながまた言ってくるんですよ。言ってくる、ね、いやできないって言われたじゃんみたい な、ね、たいな、あいつやばいじゃんみたいになるから、ね、そういうことじゃないっていうの、ね、卒業っていう気持ちもあるけど、それってこう自分が答えられない技術力っていうこともあるかもしれないじゃない、うん、こんな風にしてほしいんだけどって止める先生がいたらそのことが得意じゃないかもしれない。そう、私もちょっとそれも思ってる、うんうんうん、で先生によればできたりすることもあったり、そう、ね、それを経験したことがあるとか、その同じようなニーズのことをやったことがあってそれがうまいこと言ってるとか、やっぱドクターの経験もね、一人の人の経験だから、もう僕の年齢になると、なんていうの、トライアルなことはやりたくない気持ちがあるから、うん、なんていうの、こう若い先生はね、果敢に挑戦していくから、そういう先生を選ぶこともあるし、うん、まあ、それに関しては悪いとは思わないし、誰が正しいとは実はないしね、うん、学会でね、お前は間違ってるとか、いやこっちが正しいとか やってるんだけど、どっちも正しいから、うん、あの考え方を変えればどっちも正しいことがあるんでね、うん、だからまあ僕は自分だけが正しいと思うつもりはないけど、それはね、いつもね、患者さんから勉強させていただいてる中で、結構バニラさんのいろんな事例は僕の中では勉強になったんで、すごい一番よく覚えてる患者さんということになりますね、うん、はい、嬉しい、ありがとうございます、はい、綺麗にまとめたなはい、このチャンネルがいいねと思う方はいいね、チャンネル登録の方もお願いします。